もちょっと最後告知しましょうか。あ、本当ありがとう。で、来週はこのメンバーが来ますみたいな。一生美女道、皆さんおはようございます。一生美女道の時間です。女性の起業ゼロからサポートする女性起業パートナーズ代表、そして税理士の及川元乃と、サブパーソナリティの松崎花子と、ほかま愛です。はい、一生美女道は社会の常識の枠を外し、自分を自由に表現して女性らしく心豊かに生きる粋な起業家を目指したい女性、粋ジェンヌのためのお役立ち番組です。そしてありのままに生きることをテーマに、自分自身の経験を通して培ったビジネススキルや悩みの解消法、そして直感を使った楽しい生き方を発信します、うん、はい、さて今日はですね、うん、ちょっとテーマを変えて、変えてないな、ちょっと真面目なお金の話をフリートークで、お話ししていきたいと思います、はい、楽しみにしていてください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。それではここで1曲お届けいたします。生き物がかり、笑っていたいんだ。されてる方2人と主婦の方1人で、起業されてる方はもう基本的にそのお仕事の、帳簿どうやってつけたらいいのかなっていう、もう面倒くさくてどうしてもつけられない。主婦の方は家をちょっと建てる系それに悩んできて、お金を当たり前のように扱ってるから、お金ってそれって何かって考えたこともないし、必要もないと思ってたけど、でも何か稼いだり自分で仕事したりするときって、お金が目的になってる人となってない人って全然結果が違うんですね。あの結果というか、結果として見るとしたら、まあその数字です。伸びというか、全然違って、なんで違うんだろうと思ったら、やっぱりその志的なもの、なんかビジネス会社で考えると、志がある会社っていい会社で、ない会社ってまああんまり良くないみたいなイメージわかるんですけど、個人に置き換えると、志って別にお金を使うことに対してあまり意識しない。事業と同じだなって思ったんですね。個人でお金を使うときも、
う人次第に尽きる、うんうん、何でどういうふうに使うかってこと、何にどういうふうに使うか、うん、そうそうそう、まず自分が必要なものとかどう使いたいかっていう漠然としたそのプラン、プランって別に書くとかじゃなくて、そういうイメージがないとものすごい無駄遣いする。ましてや家計簿つけてないとなおさら絶対不幸だ。それをつけてみて初めて分かるっていうのもあるんですけど、それが金銭感覚、うんうん、これは別に持って生まれたものじゃなくて、鍛えれば良くもなるし悪くもなるし、でその昨日話したのはその、別にお金の多い少ないが幸せに連動しないっていうのはあると思うんですけど、すごいその成功してる人、でね、お金持ちってみんな羨ましいって思う人もいるかもしれないけど、情報の中でバンバン出てくるからね、そういう人がね、そういう人を憧れるっていうか、目指したくなる気持ちみたいな、そう、それがでもその結果お金を持った結果です。一時的にお金持ちになって、幸せそうになった結果、早死にしたりとかあるね、健康害しちゃったみたいな、これのバランスですね、それに尽きるなっていう。そうね、そうか、バランスなんですよ、お金、自分にとってのベストなバランスっていうのを知らないと、多分儲かれれば儲かるほど、なんかそっちに偏ってくるんですよ。さっきのアクセルの話なんですけど、あ、なんかお金返ってくる、お金返ってくるって言ってガーンってアクセルを踏んで踏みすぎて、おっとっとっとって言ってこう事故るみたいな、空回り、そうそうそう、ガラ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 って、そうか、あといってブレーキ踏みまくって、踏みまくっても、もちろん入ってこないし、それは全てに使う人のあり方になっていく、なっていくっていう話を、もうみんなポカーン、そりゃポカンってなるわそれはポカンってなる、それはポカンってなるわ。そうなんですよね、入り口が違うわ。そう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 、それはポカンってなるわ、なる。だからすごい面白かったですよ何みたいな感じになるよね、そうみたいな。で最初ね、あ、そうそうそう、あとで話しよう、はい、あ、はーいすいません、今ツイキャス見てましたひどいねはい、今日はですね、ちょっと真面目なお金の話ということで、珍しいね。そうですね、久々だね、なんか久々ですね、ちょっと前に税金の話をしたっきりも半年ぶりぐらいにちょっと真面目に、真面目でもないかな、そういうちょっとお金に本業ですけど、そう、お金って聞くと私なんかスイッチが入るんですよ、ピシーンとかそうそうそう、で実は昨日お金をテーマにして、セミナーを、開催したんですね。で、これ2回に分けてて、1回目はお金の本質の話、で2回目が
ちょっとスキル的な実務的な話、2回に分かれて2回に分かれていてですね、まあ、昨日参加していただいた方ありがとうございました、うんうん、で参加していただいてですね、昨日話した話っていうのが、うん、まあ、通常そのお金の話ってなると、うん、あ、じゃあ経費はどうしましょうとか、そうね、うん、そうそうそう、収入はどうやって増やしていきましょうかとか、そういうちょっとテクニカルな話に、まあ、なりがちだし、うん、それが知りたくて来る、知りたくて来ると思うんですけど、うん、私がお話ししたのはまずそもそもお金って何ですか、あなたにとって何ですかっていうところから入って、それをどういうふうに、うん、じゃあ自分は付き合いますかとか、お付き合いね、うん、もうそんなの言われてもみんな分かんないみたいな何それみたいな、そうだよねそうそうそう、多分ね、いろんな意味で複雑に聞いていただいた方もいれば、うん、もう、あ、なるほどねっていう方もそこからか、そうそうそう、ね、いらっしゃったんですけど、うんうん、なぜそういうふうに私が話したか、まあ、そういうセミナーを設けたかっていうと、うん、やっぱりお金っていうのは、あ、そうですね、愛さんにとってお金って私、うん、お金なんですかね、お金ね、こんな手の上に乗せると紙だったりコインだったり、ね、なんだろうね、うん、ありがたいもの、ありがたいかな、はい、うん、ありがたい、そうですよね、それによって潤うこともできるし、ね、家族を幸せにすることもできるって考えるとありがたいもの。花さんはどうですか、そうね、なんだろうね、うん、好きよお金、でも使わないとさ、うんうん、あるだけじゃ価値ないもんね、うんうん、ここにあるだけだと ね、うんうん、っていう巡るものかなとは思うね、そうですよね、うんうんうん、花さんも過去パキパキの銀行またその話だ、ね、もう見えないけどね、あった、ね、もう10年くらい、ね、銀行員生活してたので、ですよね、あります、うん、毎日こうペラ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 、うん、あの当時は、うん、なんだろう、道具だった、道具ですよ仕事の道具だった、以外の何物でもなかったよ、お金、そうですよね、うん、もう単なる仕事の道具だったよ、うん、1億見ても3億見ても全然動じなかったよ、そう、うん、そうなんですよ、私が定義してるお金って道具なんですよね、うん、だからみんなお金に対してさっき愛さんがおっしゃったように感謝だったりとか、うん、ありがたみだったりとかっていう、うん、プラスな気持ちを抱く方もいれば、うん、お金って悪い人が稼ぐものとか嫌なものとか、ね、そう苦しいものとか、うんうんうん、そういう悪い感情をくっつけてる方もいるんですけど、うんうん、そのお金を道具として見ない限り、うん、きちんと適正な扱い方できないっていう話を、うん、私は最初に、まあ、昨日はしたんですよね、うんうん、まあ、すごく簡単に言うとお金ってその自分の何かを達成するために使ったり、うん、それが入ってきて、うん、それを循環させるっていうための自分の人生を、うん、より良くするための、うん、もう道具、アイテム、アイテムです、うん、もうツールとして考えると、うん、もう鉛筆とかも手帳とかと同じように、うんうん、だから特別なものではないというか、うん、そういう感覚で付き合っていくと、もう何でも道具ってそうですよね、使い方を知れば、うんうん、上手に生かすこともできるし、そうね、うん、そう言われてみればそうね、そうそうそう、大事に付き合うこともできる、うんうん、ね、メンテナンスしたり、そう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 、たくさん集めたり、たくさん集めたり、そうそうそう、それによって、ね、そうそう、人の役に立つこともできるし、うん、自分の、ね、生活を潤すこともできるし、うん、夢を達成させることもできるんだけど、うんうんうん、お金ってなった瞬間みんな見方が変わっちゃうんですよね、うん、人それぞれその見方が変わる。でこれなんでかな、うんうん、もうずっと研究してきたんですけど、うん、やっぱりこれって小さい時の刷り込みなんですよね、うん、やっぱり家庭環境がやっぱりお金に潤ってずっと、ね、苦労したことがないっていう方の お金の捉え方と、うん、やっぱり苦しんできた両親が、うん、もうね、借金取りに追われててとか、うん、で悪い人がお金持ってっちゃっていつも苦しかったっていう刷り込みがあった人のお金の捉え方って全然違う、うん、そうだね、お金に困ってなければと思うもんね、なければって、うん、そうそうそう、うんうん、でもお金に困ってない人って、
お金に対して執着があまりないので、まあいい意味も悪い意味もあるけれど、うんうん、きちんと適正にそれを見ることができたりするんですよね。だからうまく使えるっていう、うんうんうん、見方もあるんですけど、うん、そう、もうクリアに見れば物と一緒、うん、そうね、うん、っていうのがお金の本質だと思ってる。じゃあ私が銀行の時には道具だと思ってたのは、うん、あれは結構、うん、そのものそのものですよ ね、うんうん、道具だ道具だと思ってたから。でもなくなった瞬間にお金に変わったんだよ、うん、私の中ではね。そうですよね、1円でも10円でもなくなった瞬間にお金に変わるの。へ、うん、あの瞬間はびっくり、うん、そうそう、ないってなった瞬間、1万円とかが1枚ないってなった瞬間に急にお金に変わるの、うん、それまで道具道具1億あっても3億あっても全然大丈夫なんだけど、1万円足りませんってなると、うん、急にお金ってなるの、あ、存在感がリアルに、うん、存在感がバリバリ、それはすごい体感した。なるほどね、あ、なくなった瞬間にない、うん、お金ない、どうするどうするっていう風になる、うん、不思議な感覚ですね、不思議だよね、うん、ね、ある時は ね、道具なの、うんうん、もう鉛筆とかノートとか、うん、そうそう、鉛筆ノート、うん、もう普段やってパソコンとかなんかそういうものと何ら変わりのない道具だった、うんうんうん、それが感情移入して、うん、そのもの、もの自体に、うん、こう何らかの自分のこう感情をくっつけていくと、うん、やっぱ手放せなくなったりとか、うん、そのなんだろうな、こう、うん、そう、物として適正に見なくなる。そうね、どうしようだよ、うん、そう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 だ、それでみんな感情だよね、そうそうそう、感情なんですよ、感情が動く時はお金に変わるね、うん、と思った、あ、今分かった今分かった、本当どうしようと思ったもん、うん、どうしようどうしようって思った瞬間にお金に変わった、うんうんうん、感情、うんうん、そうそう、今はマイナス感情ですよね、どちらかというと、うん、なくなったなくなった、どうしようどうしようっていうのでお金が急に存在感がふわーって、うん、逆もあるんですかね、なんかあって嬉しいとか、ないだって自分のじゃないもん、プラス感情じゃなくてマイナス感情に、うん、なったら、うん、なんかお金っていう意識が出てくるのかな、銀行にいたからね、もしかして、あ、そうかそうか、そうそうそう、いくらあっても、うん、いくら入ってきても私のお金じゃなかったから、入ってくることに対して全然プラスのイメージはないけど、もうなくなったニュートラルにね、それものっていうもの、うん、と見ることができるから冷静に、あ、これをどう使ったらどう増えるかってことを考えることができるんだけど、あ、お金なくなったら困るとか、そうそう、もっと欲しいもっと欲しいってなると、もうそこからあのうまく使うっていう感覚じゃなくなってくるんです ね、そうそう、だからまあ、うん、使う人次第でものだからどうでも変わるし、そう、ただ使う人がどういうふうにそのお金を使ってどうなりたいかっていうその目的のためにお金を使うっていう感覚でいない限り、うん、その道具として生きないよっていうことなんですよ。お金はね、勝手に一人歩きしませんので、誰かとか人を仲介したりとかっていうことだよね、自分を仲介したり、そうそうそう、持ってる人を仲介して何かするための道具っていうことだもんね、そうなんですよね、何でも変わるっちゃ変わるもんね、うん、そうそう、前言ってたあのわらしべ長者の話じゃないですけど、その目的があったとして、大きなその目的があったとして、うん、だけど、うん、そのためにいろんなものと相手と交換して、価値あるものと交換して、うん、まあ、わらしべ長者の話はものでしたけど、うん、あれ、まあ、それがお金と、お金みたいな、うん、すり替えると、うん、価値あるものとしてどんどん自分がうまく交換していくと、うん、目的に達することができると、うんうん、でそのためのお金は道具、道具ね、道具ゆえに、うん、そう、あの使う人がうまく使えばいいっていう、うん、そうよね、その根本的な話をしていて、うん、そうすると何がじゃあ必要なのかってなったら、うん、やっぱりどうしても自分を知ることに尽きるんですよね、うんまあ、私たちがずっとその、女性起業家支援している中でのもう原点なんですけど、うんうんうん、女性、まあ、事業するのでもそうだし、うんうん、やっぱり自分っていうのを知ってて、うん、何が必要なのかなとか、うん、どういうふうに動いたらいいかなっていうことが、うん、あの現在地で確認できれば、うん、そんなにね、あの無駄もせず、うん、まあ、無駄もね大事なんですけど、
どんどん進んで歩み進んでいくことができるんだけど、やっぱりスキルだけ学んで、うん、あちょっとこれだったらうまく稼げるかなとか、うん、これだったら集客できるかなっていう、うん、その知識だけ学んで、うんうんうん、自分にそれが合ってるかどうかも分からずやったりすると、うん、やっぱりそれってうまくいかないことの方が多いんじゃないかなっていう、うんうん、そうなんかこの授業とかしてると、うん、お金を稼ぐことに、うん、なんか目的を置くのと、うん、そのさっきのお金をツールとして捉えるってなると、うん、そのやりたいことのために必要な時に必要な分だけ使うとか、うんうんうん、道具だから ね道具って考えるとなんか本当に全然違いますよね、うん、そうなんですよね、意味が、そうそう、だから道具だけ集めてもしょうがないもんね、うん、そうなんですよ、ね、そう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 、これを いくら道具がいっぱい向こう、うん、手持ちにいっぱいあっても、うん、アイテムいっぱいあっても使えなきゃ全然意味をなさない、ね、意味がないんですよね、でみんなそれを抱えよう抱えよう、道具をいっぱい集めよう集めて集めて、うんうんうん、それで儲かった気になってるんだけど、うんうん、それ使わないと循環しないし、うん、一番大事なのってその集めた道具と使った道具の差額分でどれだけ自分に残るかっていう、うん、本当の自分のもの、これを増やしていくことが大事なので、まあ利益、事業でいうと利益の部分なんですけど、そう、まあそこに行く前にまず、うん、お金とは何か、うん、でそれを付き合う、それと一緒に付き合う自分を、うん、まず知ろう、何に向かってそれを使っていくのかっていう、うん、そうだね、そうそう、その話を、そうだよね、そう、うんうん、カウンセリングの時もだから現在地を発見して、うんうんうん、まあ目的の方向だけを決めると、そっちに向かってお金を使うってことだもんね、うん、だから要するは、だからあさっての方向にお金を使わなくていいよっていう、自分が行きたい方角が見え隠れし、私もだいたい方向だけを一応提示するのね、だいたいそっち方面、例えば旅行に行きたいって言ったら北海道なのか沖縄なのかで全然方角が違う、そうですよね、行き方も違う、そうそう、北海道の方面に行くために進めていくから、そこにお金をどんどん道具として使うっていうことだよね、沖縄の方に行く情報にいっぱいお金使ったとしても行きたい方向じゃないってことだもんね、例えばそういう話だよね、そうなんですよね、現在地が分かって目的地が今時点でのが分かれば適正な方法選ぶことができるし、だから集客とか、まあ、来週、あ、明日ですね、明日のそう、交流会でやる集客とか、うん、そのビジネスに必要な、うん、資金繰りだったりとかプランとかっていうのも全て道具というか、まあ、ツールなので、うん、その自分が今、うん、時点が分かってて到達地点がイメージできてれば、うん、そこって適正なものを引き寄せることができるよっていうことで、お金も全く同じアイテム、うんうん、ツールの一つ、そうなんですよね、方向もね、目的地ガチンじゃなくていいと思うんだよね、うん、私、そうですね、そうそうそう、まあ、ぼんやりでもいい、あっちな感じぐらいでね、逆にね、うんうんうん、あっち方面ぐらいでがいいと思います ね、うん、それでちょっとずつそれが確かなんだなっていうのを、うん、あの固めていけば、うん、いいのかなっていう感じは、ね、ね、そうなんですよ、ね、なるほど、ちょっとお金の話になると熱くなっちゃうんで、ね、ちょっとまた血が騒ぐねはい、で、まあ、うん、そう、明日、その集客をテーマに、うん、セミナー形式ではなくて皆さん参加型で、うん、自分に合った集客を見つけていくという交流会を明日、10時から、うん、中ぐそぐそんで行いますので、うん、ちょっとフェイスブックにもね、最終載せよう、告知を載せますので、うん、ご興味あればぜひ、ね、まだまだ参加したいな、うん、明日枠はまだありますので、中ぐすくそんですね、ね、うんうん、でありますので、はい、興味ある方はぜひ会いに来てください、はい、あとですね、来週の放送で、11月5日花さん、うん、たちも参加するという、影絵の南城市でね、そうそうそう、うん、南城市でやる影絵の夜っていう影絵をやりますので、うん、これのメンバーをちょっと連れてきて、うん、来週、あの、告知させてもらえたらなと思ってます、ね、ちょっと影に興味があるとか、うん、芸術、お子さんにね、うん、芸術ですもんね、そうですね、うんうん、お子さんと一緒に見れますので、うんうんうん、絵本を見る感覚で見に来ていただけたらと思ってます、ね、うん、メンバーもね、すごい
個性的な方たちばかりなので、はい、メンバーが揃ってるので、ね、来週楽しくなりそうですね。はい、はい、ではちょっとねまたギリになってしまったんですけど、はい、はい、今日の、お相手は及川元乃と松崎花子と他間愛でした。はい、また来週の9時半にお会いしましょう。さようなら。さようなら。